今度は、キサゲですね。今度はキサゲを使ってみます。キサゲもね、かなり先がこのように、わかります？めっちゃ鋭いですよね。なんかついてる。よいしょ。かなり鋭いので、これでちょっとやってみたいと思います。いい感じのね、目がついてるので、全然問題ないんですが、よいしょ。よりよく。よいしょ。よいしょ。よいしょ。目玉は眼球なので、ね、あんまり掘ってしまうとなんかおかしなりそうですね。よいしょ。ここをちょっとこう。下まぶたをね、ちょっと入れて。よいしょ。こんな感じで。よいしょ。随分目がくっきりしましたね。まあ、こんな感じでね、ずっとやってるんです。これね、こんな細かい作業ができるのかって最初思ったんですけどね、見えるとね、割とできるようになりますよ。あのね、人間って本当にこんなね、小さな先っちょの指先をね、少し動かすっていうことがね、あの、慣れるとできるもんですわ。びっくりしました。最初はね、こうドン、こういう動き、大きく動いちゃうんですよ、バッて。でね、全然できなかったんですけど、慣れてくるとね、本当に少しだけ動くようになるんですね、人間の手って。ちゃんとその世界にちゃんと対応できるんですね。すごいですよね。わずかに筋肉が動くんですね。先っちょにね、削りカスがついて鬱陶しい時は、ラッカーシンナーとかでちょっとこう洗ってあげると、余計なのは取れますね。で、綿棒とかでね、クイクイッと拭き取ってやると、これだからもっと、まあ、突き詰めれば二重まぶたとかね、そんなんもできるなぁと思いますね。別に二重まぶたにこの人をする必要が何もないんですけど、ちょっと面白いからやってみましょうか。二重まぶたにしてみます。頑張ってみます。